はい、皆さんこんにちは。元気なアジです。今日は1月の20日日曜日、時刻の方は15時30分です。ぴょ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 。はい、そんなわけでね、この間生ライブ YouTube ライブやった時に誰かこれクレーンね、 UFO キャッチャーはつってね、で出して動かそうと思ったら電源は入るんだけど、これ動かないんだよね。でなんで動かないかなと思ってね、よし、ちょっと気になるから見てみようかなと思います。ちょっとここ直射日光があれかな、ちょっとまあ現状を見てみましょう。まあコイン入れて、でうんともすんとも言わない、よいしょ、もう動かないんだよね。なんでだろう、なんか引っかかってるわけでもなくて、よし、これ BGM いらないで、やっぱ落ちるのとかね。はい、そのうちでポワ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 ーって、動かねえんだよ。なんだろう、どっか押しちゃったのかな。ポワー、あ、ここかな。あ、なんかね、ちょっとね、あ、もしかしたらね、あ、これ今ね動かせないんだよ、これね。ね、ここなんかさ、ここおかしいよね。ほら、ここおかしいよね。これが原因かな。あ、そんなことないか。こっち側もなんかよく見るとほら、まちょっと浮いてはいるものの。そんな直接的になんか関係があるようには見えないかな。これ何のためについてるんだろう。とりあえず全く動かないんだよね。さあ、ということで、よいしょ、まあこれね、まあ、分解してみるのもいいけどね、まず最初電池見てみよう。これどれぐらい前に買ったかっていうとね、結構前なんだよ。で生ライブ配信やってる時にビリー、そう、 YouTube にアップしたよね、ビリーで、一昨年ぐらいかな、うん、一昨年かその前か、もう3年ぐらい前になるかもしれないね。ビリーやる前に飴取ってたんだよ、飴、この中にいっぱい飴を入れて、でその時なんで電池がもう消耗しすぎて動かないかもしれないんでね、ちょっとそこも確認してみようかな。で電池変えてもうダメだったらもうしょうがないっていうか、よいしょと、あれ開かねえぞ、これまためんどくせえ電池、よし、これね、引っ張りながらやらないとネジが半分バカみたいなやつなんだね、これね、よいしょと、ほらね、引っ張りながらやらないと、あー、でっかい電池か、これはね、でっかいのに使うアダプター、うわー、これはちょっとすぐ見当たんねえなー、こんなにいっぱい使ってたの、これ、うわ、第一3本も使うの、そんなに使うのこれが減ってる可能性があるよね。いやー、アダプターね、うわー、ちょっと単三電池2、3本ぐらいかなと思ったんでね、多くても4本かなと思ったんだけど、
ちょっとこれは意外だった。この動画の中で何にもできないよ。第一か。いやー、第二だったらね、変換のやつあるんだけど、第一はさすがにないなー。いや、厳密に言うとあったけど、ないよ。大きさも太さも違うんだもんね、だってね。うわー、これは、電圧チェッカーも今どこにあるかわかんないしね。これはちょっと無理だわ。お手上げ。何にもできない。想定外の出来事だったんで、何にもできないわ。探さないと。これは失敗くんだな。いやー、ちょっと残念だな。でも音が出るってことは、でも、何なんだよ。ちょっともう一回、電池を一回、もう一回セットし直して、意外と動く場合もある。電池一本だけ交換してね、動く場合もあるけどね。ここなんかちょっとこれがレールが外れてるとかそんなことないか。動くのかな。じゃあもう一回やってみよう。よいしょ。ん？どこ行っちゃった？え？お、なんかない、なんかない、なんかない。よいしょ、よいしょ。枝ピオ、よっ。あ、枝ピオダメだ、力弱い。ね、なんかないかな。ないね。こういう時に持ってる人と持ってない人の違いって出てくるよね。いや、さっきここに用意しておいたのどこ行っちゃった。この下敷きないね。あれあ、ここにあった、あった。いや、あ、これね、赤くなってるね。やっぱ電池かな。ほら、これ電池かな、やっぱり。あ、これあれか、ただ赤外線か。あれだ、よいしょ。これはあれだね、ここに景品が落っこってきたらセンサーだ。これはただのセンサーだ。ここのところにね、景品が落っこったら、ね、だからランプは関係ないのかな。これも微妙だね。さあ、どうしたものかな。なんかね、ちょっとカタカタするから、ちょっとこれやった状態で、ここがなんかスイッチみたいになってるね。これ違うか。違うな。やっぱ電池かな。電池かな。電池を1本だけでも交換してね、
動くかもしれないってね。炭酸電池で代用できねえかな、長さが足んねえかな。ちょっと見てこよう。いや、何しかないかなと思ったけど、炭酸のやつこれあったよ。ほら、炭酸のやつだ。あったよ。よいしょ。じゃあちょっとねテストしてみよう。電池で復活するかな。チュ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 。でもさ、これちょっと高さが足りない場合があるんだよね、こういうのってね。よいしょ。電波時計なんかそうなんだよね。たまにこうこれでごまかせない場合がある。チュッチュッチュッチュー。よいしょ。さあこれで復活すればいいんだけどね。まあ落としたり衝撃加えたいとかそういう覚えは全くないんで。壊れるっていうことを何にもしてないんでね。さあ、お、ほらね、やっぱダメなんだ。やっぱ本物買ってこないとダメなんだよ。これがね、もうね、よいしょ。なんとかやろう。これがどっか電池が触ってないとか。ダメか。やっぱダメだ。偽物はダメだ。じゃあ一本だけだったらなんとかいくかな。一本だけだったら。よいしょっと。ちょっとでもね電池がね復活すればいいわけなんで。あ、いった。動かないね、やっぱね。電池じゃないのかな、やっぱ壊れたんかな。待てよ、そういう場合ちょっとメインの電源を一回切って、でもう一回 電源を入れてリセットして、でまたどこ行ったの。あった。もうこれね、なんで迷うかってね言うと、これドットなんだよ。これこっち向きにしてもさ、こっち向きにしてもさ、これもう紛らわしいんだよ、このドットの絵。わかるでしょ。さあ、よいしょ。おいしい。今何、あ、そうそう、リセットしたんだよね。あ、動いた、動きました。あれ、すごいゆっくりなんだけど、あれ、こうしか動かない。他動いて、動かない、全然動かない。こうだけ動く。ちょっと待てよ。真ん中だけこれに対して、だから電池、これ各操作のところの、だから独立する電池ってことないよね。そんなことないよね。よいしょ。ちょっとここ入れ替えて、で電池入れ替えたら他の場所が今度動くようになったりして。よいしょ。
じゃあちょっとこれで試して一回電源落としてでもう一回入れ直して、うん、ほらまたどっか行ったもう紛らわしいなあ。どっあった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 。ほんとねあのドットだらけ、ほんとにわかんねえどこにあんのかよしよし、カメラね。はい、じゃあちょっともう一回テストしましょう。あ、やっぱ動く場所は同じだ。あれ他が全然動かない。なんでだろう。手前と奥だけ動くんだよ。ほら。他が動かないよ。なんでだ。こうも動かないよ。なんでだ。どうしてだ。なんでなんだ。不思議だね。なんで。パンパンパン。なぜだ。こうだけ動く。で、こうとこうが動かない。なぜだ。うわ、不思議でしょ、絶対に。わからねえ。それで、じゃあこの電池を外して、もう一回これに戻して、で、リセットする。いや、あ、やっぱ動く。ここは動く。で、うんともしゅんとも言わない。ああ、なんでだろう。なんでだろう。ここの接触不良でも壊れるようなことしてねえぜ。バッテリーかな。電池2個買ってきて試す価値あるかな。3個か。どう、ご覧になってる皆さん気になるこれで。ちなみになんだけど、これと同じやつもう一個あるんだよもう一個あるんだよ。で、そのもう一個を見て、この電池で同じ現象になるんだったら、原因は電池ってことだよね。ちょっと待ってて、探してくるよ。すぐ出せると思う。あったあった、これね。よいしょ。これ前ね、ライブ配信でおじいね、PR してたんだよ。ヤフーショッピングで定期的に売ってる業者さんが、なんか出戻り品なんだよ。返品食らったあれが調子悪い。これそれで送料込みで500円でたまに出品されるんだよ。で出したところ、好評でね、わーって。で楽しかったからもう一個買って、で他の人もみんな注文してって感じでさ。だこれ2個で1000円なんだよ、送料込み。よし、
やこれただあのディスプレイだけでもいいしさ、一応動作確認はしてしまってあったんで、よいしょ。で気持ちこっちの方がなんか動きがいいかなと思ったんでこっちを残しておいたんだけど、まあそんな変わんないけどね。よいしょ、よし。はい、それでは原因が電池なのかどうなのかを確認するために、じゃあここの電池を抜いて、よいしょ、はい、これこっちに置いて、でこれにね今まで使ってた電池が全くないわけじゃなさそうだよね、もしこれで動くんだったら、うん、よいしょと。まあでもだいぶ前だからな、電池の可能性がないわけではないんで、一応オンにして、こっちがオンだよね、よし。さあこれでもしあの全部これで正常で動くんだったら、あっちが悪いってことになるんだね。じゃあどうだ、動く、うん、クレアがないと、すぐ引っかかるんだねこれね、クレーンがね、ほらクレーンが持ち上がんねえ、持ち上がれ、ここが不良、チェーンが負けねえ、あ、上がった上がった上がった、よし、でこう動くね、大丈夫だね、大丈夫だね、まあ、ちょっと動きはギクシャクしてるんだけど、それでね何が違うか比べてみてあんま分かんねえんだけどな、こっちは正常に動くんで電子ではないということがとりあえず分かりました。もう一回やってみる、でっけえ、いいよ、ほっ、いいよ、ほっ、あ、しいぞ、店員さん、これ判定 OK だよねこれね、店員さん、これ判定 OK でしょ、よし、うわー、はあ、もうここの場所ダメだね、よいしょ、光がね、よいしょ、撮影って大変だね。そんなわけでね、もうこれ上外れねえしな、これ、うん、よっ、落とせねえとこっち側に落とせねえな、よっ、よっ、よいしょ、あー、こっちが出た、よいしょ、離せねえかな、なんとかね、よいしょ、よいしょ、ここら辺からちょっと、よし、よし、
車電車取れねえよ電車よいしょよいしょよいしょっと電車取れないよはいそんなわけでこっちは OK ねうん電車は大丈夫だったよかったあの電車がなくてよかったそっか故障かちょっと残念だねよいしょ最近ヒカリンあのあれだからねいろいろ直すの好きみたいだから、うん、これ持ってるっつったなそういえば確か、うん、よいしょあれ俺も持ってるんだよねって確か前言ってたような気がするよいしょっと、ね、よいしょこれは正常品ということで OK ですよいしょああこれ出しとかねえとグエーこれ大切な商売道具だからねそうこれねこれはねあのもう一匹いるんだよねおじいのところにねさあ問題はこいつだどこがダメなんだろうねここのスイッチかなスイッチかなまあ一回これバラしてスイッチのとこ見てコンプレッサーでピューってやってであの治る場合もあるし治んなかったらあのスイッチだね多分ね、まあ、おじラジカセもさあの直したいけど直してないんだよねおしゃれなテレコ分級あのプラスマイナス間違えてよくあるじゃんほらあのAC アダプターね自分でほら何ボルトか切り替えてプラスマイナスやってやるやつあれ買ったんだよで一か八かでやったら失敗したってやつねそのあのほらマルチアダプターみたいなやつどっち向きがプラスでマイナスでて書いてないからあの説明書があればいいかもしれないけどもう一か八かだったんだよあのツイキャス生ライブでやったんだよそれ玄関でさあ確率は 50% ここでおじいは持ってるか持ってないか失敗する確率高いよっていうのがやったらボワンってねすげえ音がして煙がボワーッと出てやっちゃったーっつって壊れちゃったんだよラジカセおじいは本当ねあの運がないからねよいしょあ電源あれ電源こっちかあ違うんだ。こっちか。で、こうは動くんだ。あ、やっぱ動かねえ。うん。どんなにやっても動かない。うわあ、なんでだー、なんでだー。どうしてなんだ。どうしてなんだ。ある日突然動かなくなった。何にも悪いことしないんだけど。なんでだろうね。まあ、電池は悪くないそっかじゃあこれあれか一回バラさねえとあれかうわこれ入んねえしこれ欲しいのでやんねえとめんどくせえな気になる人いるこれ分解したらどうなるのかあのどうなってるのか分かんないけどもし気になる人がいたらこの続きをやろうね、うん、もし気になる人がいるんだったらやろうあの痛かったらこれもう放置だなこれな、うん、よいしょチュッチュッチュッチューやめどちよいしょでもこれ結構売れに売れまくってるシリーズだから持ってる人結構多いだろうねこれね結構いい値段するんだよまあ、元々買ったのがねこれあのジャンク品なんでね何かしらわけあって戻ってきたやつなんで、まあ、中小庫はないんだよ元々なんかこう引っかかったりとかね、うん、はいそんなわけでね UFO キャッチャーおじい大好きだから2個も持ってる、ね、こうやって置いてあるだけでもいいでしょね
でなんかちょっとぬいぐるみかなんか入れといてで閉めといておいとくだけども結構ディスプレイとしては最高なんだよ。ねえ、だからね、ぴょぴょお子ちゃまがいる人が本当近かったらね、まあ動かなかったらつまんないよね。おじ動く方ちょうだいって言われちゃうよね。よし、はい。そんなわけで今回はこの間ライブ見てた人ね、気になったでしょう。ちょっと電池かどうか確認したけどもね、電池じゃない、何かが原因で故障しているが正解でした。これがアンサー動画になります。これでライブの時にね、気になった方はすっきりしたんじゃないかなと思います。これちゃんと出してしまっとこう。いや、がっかり。まあそんなもんだね。あとこれ電源ずっとね、入れっぱなしっていうか、センサーがずっと働いた状態なんだよね。コインを入れたかどうかをセンサーがキャッチしてっていうか、なんかそれは物理的スイッチになってるんだけど、だから通電、そこで初めて通電するから待機状態では電気食わないのかもしれないね、これはね。物理的なコインを入れたことによってこうスイッチがこう押されるんで、そこで初めてカチッて電気が通ってゲームがスタートするっていうね。そうなんだよね。だからずっともう何年も電池これ3本あったら結構あれだから、まあ、実際そんなにやってたわけじゃないよ。2年ぐらい前のビリーか、2年か3年前のビリーの時に、ビリーやる前に、さあ今日のアメタイムをつって、で、アメを取ってやったんだよ。それ残ってっかな、動画に。残ってないかな。残ってないね。多分残ってないと思う。これは、そう、残ってないよ。生ライブ配信やって、で生ライブをやりながら YouTube の動画を撮ってたんだよ。で生ライブをやりながらずっとおしゃべりして、さあそろそろビリやろうかって言いながら着替えたりとかさ、トン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 って試着して、一緒にやる人も着替えようって言いながら、それでやってて、それでそうだよ、ライブやりながらでここで飴を取って、今日の飴はこれって口の中入れて、そうなんだよ。それで YouTube 録画するねって、でパチッてやって、はい皆さんこんにちはってやってたからね。YouTube には残ってない。思い出した。ふう、ちょっとがっかり。でもこれね、おじい、この UFO キャッチャーさ、ちゃんとこうやって、こう、鎖でさ、鎖を緩めたりして、こうやってダラーンってなってさ、引っ張り上げるとこうなる。で、ダラーン。これなんだけど、ちゃんとモーターでこうやって光ってこう、つかる。その UFO キャッチャー売ってないんだよね、なかなかね。ないんだよね。物理的に難しいのかな。欲しいよね。で、あとさ、10円入れて、ルーレット、ペッ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 、ガチャガチャンって出てくるのあったじゃん、昔。サーカスって言うんだけど、2、4、6、8、10。で、20とか30とかあって、0と00があってね。てて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 てってやつあるじゃん。で、もう全画系なんて、ベベベベン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 、ベベベン、さあ誰だ、ゴーゴーって、てて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 、て、プシッ、きたねーって、ダーンってこう蹴り入れて終わりよね、大体ね。あったでしょ、そういうのね。まあいいや、はい、そんなわけで終わりましょう。UFO キャッチャーを、どうせ確認しようのコーナーでした。またねー、バイバーイ。